さあそれでは今度はもうあれから黒サフを吹いちゃってで、あれですよ、黒の塗装をした感じですね。で今度はデカールを貼っていくよと。まあこのキットのやっぱり一番手間なところっていうのはデカールだね。貼る順番もまあ特にねタミヤの場合は書いてないんだよね。だから自分でちょっとこう考えながら、結構どうだったかな、富士見じゃないな、長谷川富士見どっちかだったかね、割と板車とかになると貼る順番とかも書いてあるんだよね。あれはね、あれはかなり便利だね。やっぱりそうやって指示出してくれると間違いにくいし、こう重なるところとかがね問題になってこなかったりするんで。でだ、もうこれをどん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 貼っていこう。割と古いキットでありながらデカールが生きてたんでね、幸いですわ。結構デカールが死んじゃってることがあるんで、古いとまあだいぶ前にもいたんですけど、デカールの寿命って一応あるからね。まああとは保存状態によってくるかな。まあデカールが死んじゃった時はね、デカールリキッドを使って直すといいと思います。まあそれもね以前話したんだけど、これねもうあんまり店で見かけなくなっちゃったんだけど、これって輸入品だからお店にある分だけなんだよね。これね見つけたらね絶対買っといた方がいいと思う。僕はかなりおすすめかな。1個あれば十分なんだけど、結構入手困難な感じ、いつも売り切れちゃうね。でもあるところにはもちろんあるから、見かけたら買っておくことをおすすめします。あれの使い方っていうのはもう筆に塗って、こういうさデカールとかでももうパリパリになっちゃってっていう時にこう塗ってあげるんだよね。そうするとしっかり乾かしてあげて、またこういうふうに水につけてあげてもちゃんと使えますよっていう感じ。そうデカールリキッドっていうやつだったかな、違う、デカールリムーバーだったかな、デカールどっかに書いてあったぞ、外国のだからで違った、リキッドか、リキッドデカールフィルムって書いてある。見えるかな字がね、リキッドデカールフィルムっていうやつ、すごくおすすめです。さあでは貼っていこう。ちょんと塗ってもう今度古くなってくるとね、このデカールの剥がれも遅くなってくるんだよね。新しいうちはさすぐに剥がれてくるんだけど、もうノリがかなりカッチカチに固まっちゃっても、多分物質が風化によって変化しちゃうんだろうね。でちなみにデカールが黄ばんできちゃったやつは直射日光に半日ぐらい当てておいてあげれば、例えば車のダッシュボードの上とかね、あの辺に当てておくとだいぶ黄ばみが取れますよ。不思議なもんでね、逆に黄ばんじゃうんじゃないかって思うんだけどね、黄ばまないんだよね、黄ばみが取れるんだよねあれで。ああ巻いちゃった、やばい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 、そう、これはね透明な部分が多いから弱いんだよね、デカールとしては。クリアフィルム部分、塗料がかかってないからすごく弱くなっちゃうんだよね。だからあれですよ、
こういういつも僕が使うこの青いキャップのクレオスのやつとかで貼ると中に軟化剤が少し含まれてるからすぐに柔らかくなっちゃうから、その辺はまあ使っていくうちにちょっと慣れていかないと、スピーディーに作業をしていかないとデカールがくにゃってなっちゃうんだよね。そう、デカール軟化剤が少し含まれてるから逆に貼りやすいっていうのもあるけどね、軟化されていくから時間とともに。まあでも軟化剤は軟化剤でやっぱり必要っちゃ必要だね。タミヤのあのデカールのりあるけど、あれは本当にのりしか含まれてないから軟化剤効果はないからね。うわ、貼りやすいな。そうそう、思い出した、もう一個のねバージョンのやつ昔作ったけど、それも貼りやすかったんだよね。あんな大判だらけのやつだったんだけど、あれすごく貼りやすかった。ほら綺麗に貼れたね。空気も入ることもなく、破れることもなく、よれることも曲がることもなく。よし、次ここになんかこう説明書によると、ここをギリギリのところね、見えないっちゅうね。なんかカメラが暗ぼったいのは気のせいかな、照明のせいなんだよな。こんなぐらいがいいか、今度自分が見にくいか。よし、そう、この辺ギリギリで、まあここに合わせて、もう元々こうカッティングされてるからこういう感じでね、こういう感じでカッティングがもともとされてるから、こういうのが貼りやすくていいね。案内になるところがあるからさ。で、しまった、時間を全然見てなかった。まあある程度貼って、まあこれも撮影を飛ばしちゃうことにしようかな。もうデカール貼るのってさ、ものすごく時間かかるから。ああ、しまった、これは先にこれを貼ってはいけなかった。貼ってはいけない、大判を貼る前に先にこいつを貼らないといけないんだ。場所のポジションがさ、やっぱり説明書ってあんまり信用しすぎても良くないところがあるんだよね。でね、あのデカールはどうしてもこの台紙から剥がれにくいっていう時は、ここね1枚めくってあげるといいんだよね。例えばこういう風に1枚めくったんだけど、これ1枚こっからねめくれるんだわ、1枚こう。そうすると水の吸収が早くなるからね、こういう感じでこう薄皮をこうめくってあげるような感じ。パトカーがなんか言ってる、やばい、うまく剥がれない。ほら、こうやってね、ペロってこうめくれるんだよね。そうすると水分の吸収が早くなってね、剥がれやすくなりますよっていう感じ。まああとは温めてあげるとかね、お湯で貼ってあげるとかするとそれもそれでいいよ。剥がれるかな、ちょっとまだ早いかな。僕の場合だといつもこうやって指で温めて剥がすんだよね。そうすると指に伝わってきてさ、ズルってこう動く瞬間が分かったりするから、もちろんあの力ごなしにこうグイグイやっちゃうとビリって破れちゃうからね。こうやって温めながらこうずらしながらこう様子を見て、だけどやっぱりこうこうやってやってるとさ乾いてきちゃうから、たまにこうまた水につけてあげて。なかなか剥がれないな。台紙からなかなか浮いてこない。動いてる動いてる動いてるけど、まだちょっと。結構デカールが古いと時間かかるんだよね。作業性は非常に悪いな。よ
なんかデカールの向きも違うしな。まあいいけど。デカールの向きは違うんだよ、説明書と。どっちが正しいのか分かんないんだよね、これだと。見てみる？指示とデカールが違うんだ。これよくあるんだよね。今のこの電気のこのマークというか、これ今こういうマークじゃん。三角が今こういう向きになってるんだけど、ね、三角の向きは違うでしょう。これは下の方に向いてんだよ。おいおいで、どっちが正しいのか探さないとわからないけど、結局デカールのパーツ自体が一体化しちゃってるからさ、まあ切って、あーやべえ、よし、 OK、 危ない危ない。でこれを貼るよと、オーガンを。オーバンを貼るときはしっかり水をたくさんね含ませてあげて、そして位置をしっかり決めるためにこうずらしていってあげる。この辺かな。字がこうまっすぐに、まっすぐじゃない、まっすぐでいいのかになるように、きれいにこう位置を決めて、真ん中から抜いてあげよう。すごい水分の量だ。綿棒をねコロコロさせながらね、すごい量だ。真ん中からこう十字を描くような感じだよね。真ん中からこう伸びるような、十字に伸びるような感じ。慌てない、ゆっくり。特にこういうね、今言ったみたいに透明な部分が多いデカールっていうのは非常に破れやすいんでね、焦らずゆっくり、慎重にやっていく必要がある。本当に破れやすいからね、見ての通り軟化剤僕使ってないでしょ。軟化剤を使っちゃうともう溶ける溶ける。でこういう大判っていうのは中にこう水がやっぱり、なんだろう、目には見えてないけど結構含まれてるから、2日間は乾燥させてからトップコートをするといいですよ。そうじゃないとね、中に結構水が残ってて
その上でトップコート、要は水を閉じ込めるような形になっちゃうから、でね、今気づいたんだけど、こう見て、ここ見て、ここ空気が入ってるの分かるかな、白くなってるでしょ、ここだけ下に空気が入っちゃってる。こういう時に軟化剤をね、少しつけて溶かしつけてあげるような感じ、密着させてあげるというか、と解消されたりする。そう、なぜ僕がこのクレオスのやつを使うかっていうと、要は軟化剤が入ってるからハンドケになるから、こういう透明なパーツの部分っていうのが結構なんだろう、溶けて密着しやすいんだよね。これ要は浮いちゃってるからさ、密着しないっていうことなんだよね。よいしょっけ。まあっていう感じでね、特に大判はそういう現象が起きやすかったりするから気をつけてやりましょう。で今さ、ここ白くこうなっちゃったところ、わかるかな、ほら、ここね、糊の跡だよね。糊の跡はまたこう濡れた綿棒でね、こうやって拭き取ってあげると取れるん で、それでも取れないなと思ったら、セラミックコンパウンドでこすってあげるとかなり綺麗に取れます。でセラミックコンパウンドだから、ワックスとかとは違うからね、変な保護膜もできないし、あとなんだろう、塗装面を傷めることがないからいいですよ。塗装面ね、要はいくらコンパウンドって言ってもあれ、塗装全然その磨く効力はすごく薄いから、ほぼ仕上げで使うようなやつだからね。こうやってふきふきしながらの乾いた綿棒で拭き取る。今見えると分かるけど、ほら、さっきの白いモンモンがなくなってるでしょ。ここ、こうやって見ると分かるかな、ね、白いこの辺の糊が取れてる。もちろんデカールの上にも糊の跡は残るからね、それも取ってあげると後の仕上がりが綺麗ですよと。そう、こういうへこんだところとかにもね、よくその空気がデカールの中に、ここはもう本当にがっつり入りやすいから気をつけてやりましょう。ここにちょっと乗っかっちゃったなっていう風に、エッジの部分がデカールが溝に入りきれてない時は、ちょっとこのね、溶かしてあげる。ここもついちゃってる、ちょんちょんと。でゆっくり待ちながらグッと入れて、キュッキュッ。ここもオッケーできたという感じになります。まああとは意外とそんなに難しいところはないかな。まあ気長くやっていけばできると思うので、ここで一旦カメラを止めさせてもらいます。ちゃんと。さあ、ということでトップコートしていこうと思います。デカール、まあ、全部貼ってね、こんな感じ、じゃじゃん。ね、なんでさ、よくあるさ、ということでとかさ、はいそれではとかさ、なんか言うのかね、あれなんだろう、今言った後に思ったね、言っちゃうんだね、あれ何がということでなんだ、いきなり主語のない話がいきなり始まるっていう。そうで、これよくね、ホコリが乗ってないかね、結構こうデカール貼って綿棒のホコリがついたりとかいろいろしちゃうから、よーくよーく見てね。まあね、白いホコリ、まあ綿棒のホコリとかだと意外とね、トップコートして研ぎ出しはちょっとね、見えなくなっちゃうんだよね。まあだけど本当に服のホコリとか、ああいうねのはやっぱり色がついてるから見えちゃうからね。まあ黒は意外と目立たないんだけどね。ということで早速でトップコートしていきましょう。でトップコートに使うのはこちら。そう、もうトップコートのね動画とかちょっと飽きたかなと思って、ね、
飽きたかな、まあ、自分が飽きてるんだよね。で今回もうね、最近ねこればっかトップコート吹くのに使う、これタミヤのやつね、このトリガータイプのやつ。いつものあの 0.5 はダメなのって、いや別にいいんだけどね、メタリックを吹いたりするから、そのラメがここに映ると嫌だからっていう理由なだけだから、要は 0.5 を2本持ってて、1個はそのトップコート用、もうラメも入っちゃ困るから、こういう単色だったりするとねっていう感じで、分けてます。結構綺麗に掃除したつもりでもやっぱり残ってるんだよね。でそれを、まあ、とりあえずこのクリアをね1対1で割って、もうなんだろう、ドバドバーっと吹いていっちゃう感じかな、僕の場合はね。もちろんね、やり方は個人差があるからね、まあ僕はこうやってやってますよという感じでございます。もう垂れるギリギリのところだね、ボテーとな。でもね、最悪トップコートの場合はボテーとなって垂れちゃっても、後で研ぎ出しするときにね、ラプロスティックも磨いてるけど、その時に綺麗にしちゃえばいいからね。もうダボダボに吹いていっちゃいましょう、ダボダボに。映ってる、映ってるね。結構近いでしょ。なんかよく缶スプレーとかの場合だとね、なんか20センチから30センチぐらい、30センチは言い過ぎか、まあなんかね、15センチからなんか、まあね、どんだけ離してみたいな感じだけど、結構エアブラシだから近いってそういうわけじゃないけど、もうこれ多分ね、僕の吹き方が、で特に濃いから1対1って、そう1対1で濃くもズバズバーと吹いていっちゃうからね。で意外とこの時点でそんなにツヤは出さないんだよね。もうこれほぼ肉を持たせてるだけかな。この時点でね、ツヤツヤにするのもありなんだけどね、後でのラプロスでの研ぎ出しが結構なんだろう、粗取りが楽になるというかね。この前でもね、何だっけ、あれですよ、ボルクスワーゲンのラリーカー、ちょっと名前どう忘れちゃったけど、あれ作った時にトップコートがね割れるっていう事件があったんだけど、でやっぱりねコメントいただいた方の中で、それでね僕時間が経ったら割れてきましたみたいなね報告もらって、で自分のもやっぱり見たら割れてたんだよね。あれはね、原因としては分かりません。まあ多分なんだけど、要は収縮の違い、なんだろうな、収縮、デカールが収縮しなせずに固まっちゃ、トップコートが収縮する際にこうピキンとこう割れるような感じだと思うんだよね、イメージ的には。そう、それでだと思うよ。はっきり言ってね、本当に僕もね原因分かってないんだ。で割れるやつ割れないやつとあるからね、ああいう大判のデカールだから割れるかっていうと、全てがそうじゃないんだよね。だからね本当分かんないんだ。そこは申し訳ないけど、はっきり答えれない。中にはそういう風になるやつもある、もちろんならないやつもある、分からない。参っちゃった。まあ、こんな感じで結構こうね、最近また鍋さんのこのトップコートのやり方がちょっと変わってきてね、また見てもらうといいんじゃないかなと
まあね、僕もこうね、日々変化してる、進化はしてない、進んではない、後退してるかもしれないから、ね、変化はしてるから、まあ、こうやってやった後にここにちょっと残ってるよね。これにね、もう適当にね、ちょっとこう溶剤を入れてあげるじゃんね。じゃんねー、日本あれだ。ちょっと入れてあげる、ちょっと。でまあパッと見の 10% ぐらい入れてあげる感じかな。だからちょっと本当に。で、ちょっとこううがいしてあげる。うがいしてあげる、あれ映ってねえじゃん。うがいしてあげるとこう中のやつが混ざるから。で薄くなったよね、この中のが。そしたら今度ツヤが出るようにこう拭いてあげる。その時間違えてね、クリーナーを入れないようにね、一回やらかしたんだよ。もう意識してなくて全然。クリーナー入れちゃったよみたいなね。昔ねあったんだよね。大失敗だったの。でここでツヤが出るようにトップコートを拭いてあげる。ドボドボにかける、垂れないぐらいにね。ああなくなった。でなくなったらもちろん足してまた同じことをする。で今気づいた、他のパーツに塗ってないよと。先に塗っておく。この辺の小物パーツっていうのは今の薄くなったやつを拭くことはないかな、僕は。でちょっと薄めてあげてと、もう一回うがいをしてあげて、でもう一回拭く。もうツヤツヤになるように。で、僕の場合これを3回から、まあ、4回から5回ぐらい繰り返すんだけど、もちろんこぼれちゃった。2回目から乾燥、1回目の乾燥して2回目もう1回拭くときっていうのはもう2回目以降は全部ちょっと薄めのやつだから、濃いめっていうか1対1のやつを1個作っておいて、1対 1.1 ぐらいで薄めたやつ、まあ、そのさっき言った 10% ぐらいさらに足して薄くしたようなやつっていうのをもう一本瓶で作っておくんだよね。まあ、ほんで蓋にね、下手くそな字で薄いって書いておけばいいからね。そうすると間違えることはないよと。やべえな、この車めっちゃかっこいいな。自分よりも作りたかったな。うわ、すげえかっこいい、これ好きなんだよね。僕ってね、ダメなんだよね、あんまり車のね情報を知らずに、ただルックスだけでこれかっこいいから好きみたいな。だからね、本当カーモデルを楽しちゃんと本気で楽しんでる人の大体半分ぐらいしかね、さらに楽しめてないんだよね。知識があるとさ、またさらに楽しいじゃん。ほらどう、綺麗でしょ。もうちょっとアップにしようか。よいしょ、艶が見えるかな、見えないかな。ちょっと近いか、こうか。どうでしょう。ここね、光が反射してるでしょ。ツヤツヤーンとね。だけどこれが乾燥し始めるとまたこうシュトーンと落ちちゃうから、よしという感じで塗っていくといいと思います。では一旦カメラを止めさせてもらいます。